リカリアは、近海の一部分を構成する分類群の一つである。直訳すれば、二核の分類群であるが、実際には、単純に、一個の細胞の中に二個の核を含むことを意味するのではなく、生活感の少なくとも一部において、各々が性的に異なる因子を有した二個の核が、融合することなく一個の細胞の中に共存する、重症の世代を持つことを特徴とする。 21世紀に入ってから提唱された概念であり、日本語としての訳語はまだ安定しておらず、二角筋赤いあるいは重層筋赤いなどと訳される。端子筋門と死脳筋門と包含する。これに所属する菌類は、一般に二角体を形成する。これは菌子、または単細胞の体制をとり、弁毛を書いている。従来の菌類の分類体系において、 でも、母菌類の名のもとに扱われてきた古典的な故障としての弁毛菌類及び、接合菌類はリカリアには含まれない。高等菌類とも呼ばれることがあるが、従来は不完全菌として分類されてきた無性的増殖のみを行う分類群も含まれる。この2問は、系統学的には同一起源のグループと考える研究者が多い。ありがとうございます。